Okay, I've been working like 3 jobs. Probably why I never see ya. Probably why I never have time for the fake friends. I won't be ya. Oh God, I've been running now. Up early when the sun is out. Not selling out my own soul, but those real ones, they coming out. 私たちは長崎出身で現在東京を拠点に活動しているクリエイティブチームのアツコアです、ここでは長崎で活動している若者をお招きしてゆるく雑談をしています。毎度のごとく美咲ちゃんに登場していただいてます。はい、大倉から参加してます。もうおなじみだしてますけども、今回のトピックは前もやったかな、なんかそれぞれ一つずつ持ち寄って議題を話していきましょうみたいな形でやっていきたいと思います。今回は誰からいきますか。今回毎回止まるよねここちょっと話関係ないんけどさ、うん、前回のあのピンクさんのあの動画皆さん見ました？はいはいはい、面白かったね黒みを感じたよね、いろんなところで短い間だったけど、ちょっとお話するお仕事をされてらっしゃる方だなっていう感じでしたね。はい、うん、大丈夫今日じゃあトピックいきましょうか。なんか私のトピックゆるいですよって人誰かいます？割と緩め。俺ちょっとダメやわ今回。私もすごいゆるいかも。そんなにクリエイティブに絡んでるかなっていう。お願いします。あ、じゃあお願いします。まあちょっとこれからの来たる 5G の時代と広告のことについてちょっとお話ししようかなと思ってまして、まあいろんな広告はあるじゃないですか。広告の重要さっていうのはまあ共通認識であるとしまして、ちょっと調べてたんですよ自分。そう、国内最大級の電子チラシサービス主婦さんを運営するワンコンパスが、まあ今回ちょっと動画になるんですけど、動画視聴に関する意識調査をちょっとやったみたいで、でその 5G にその移行したい理由を聞いたところ、1位がインターネット接続を早くした、まあ、多分これみんなそうだったと思うんですけど、2位が動画を途切れずストレスなく見たい、3位が、SNS の閲覧更新スピードを進めたいというのが挙げられますと。インターネット上で、動画を見る頻度についてっていうこちらの調査もだったんですけど、インターネット上で動画を見る頻度について週に1回程度見るっていう答えた人が 14.8%、2、3日に1回程度見るって答えた人が 19.7%、 ほぼ毎日見ると答えた人が 38.6% で最も多いらしいんですよね。多いね。そう、動画を見る人たちの人口っていうのが、割合っていうのが、まあ、非常に高まってっていうのが、まあ、多分この調査で分かったのかなって。なんかその自分なりにちょっといろいろ考えてたんですよ。 5G で動画広告ってどう変わっていくのか、こういろいろ考えてて、いろいろ調べてたんですけど、インターネット広告市場の 10% 以上を今占めてるらしいんですよ、動画広告が。 10% ね。広告っていろいろあるじゃないですか、ね、インターネット上にあらゆる広告がある中の動画広告が一応その中の 10% 以上を今占めていますと。こういった背景には、まあ、そうスマートフォンの普及だったり、まあ、そういったものがいろいろ絡んできて、でこれちょっと面白かったのが2010年代では、東京の地区でのスマホ所有率が 9.8% から、そんな少ないんだ、たったの10年前って。そうから 82.2% に上がったんですよ現代までで。2010年代から時代変わりましたね。こっち先に言えばよかったんですけど、2000年代から2010年まででインターネットを使ってる人の割合が 38% から 79% まで上がった。倍ぐらいですね。でこれで分かるようにだいたい10年を経ってるわけですよ、大きな波が。なので、2020年からこれから、来たる 5G、これらを土台にした上でそこをそのデジタル化というのがものすごい加速していきますと。じゃあそう考えるとさ、この10年での伸びを考えると、これからの10年っていうのもこれまで通りじゃ難しいなっていうのを予感させるような数字だね。そうだね、考え方もいろいろ変わってきてて、そこは難しい。だからもう本当どれだけ多くの情報をインプットしてそれをアウトプットできるその起点の速さみたいなやつめちゃくちゃ重要になってくると思う。確かにスマホを見てるイコール知らぬ知らずの間に
動画って意識しなくてももう目に入ってくる状況ではあるよね。アプリを開いても動画広告絶対入ってくるし、どこかインターネットで探してても絶対動いてるし、確かに意識しなくてももう目に入るのが普通になってきてるよね。どうなっていくと思います？今までの広告とこれからの広告どう変わっていくと思う？なんかこれからの広告のあり方が、動画は一つのツールじゃん、広告する上でも。そこに至るまでの付加価値をいかに膨らませて感情に訴求できるかっていうのが、なんだろう、今まで以上に温めていくべきものになっていくのかなっていうふうに感じてる。まあ今までもきっとそうだとは思うんだけど、やっぱりそこが大事だよねっていうか、振り返るというか、前も言ってたように世界観が大事ですよっていうように、根となる部分がいかに強いか弱いかが広告にどんどんつながっていくのかなって思うな、うん、今ってこう AI を活用した企業ってだんだん増えてきてるじゃないですか。動画マーケにおいても AI を使う企業っていうのが非常に増えてきていて、最近流行ってるのが AI を使って素材を集めるといい動画を一瞬で作ってくれるようなものがあるんですよ。そうなってくると、その自分たちクリエイティブをやってる人たちのあり方っていうのも、まあ、存在定義みたいなやつも多分変わってくると思うんですよ。で、この前 AI を使った動画生成ツールのサービスを展開しているところで働いている方とちょっと話すことがあったんですけど、その自分たちこう現場に入るクリエイティブをやってる人たちってどうなると思いますみたいなこと聞かれて、そのなんだろうな、なんか本当にいいものを作ってる人たちのこだわりの総量が社会全体として上がってきているっていうのは、まあ、もちろんあるじゃないですか。こだわりに対して理解できるのはいいことだ、社会的了解っていうのも上がってきてるんですよ。ただ一方で悪い言い方で言うと、リテラシーがなかったりとか、それがいいものとしてよく分かんないっていう人たちにどうアプローチしていくかっていう問題があって、そこで言うと経営側からすると多分、まあ、60%70% のものをよりスピーディーに出していく、動画広告を出していくっていう方が経営側としてはいいんですよ。じゃあ自分たちの在り方って何なのかってこう考えた時に、 AI もどこまでできるかは分かんないですよ。どれぐらいのクオリティとかは分かんないですけど、 AI と動画生成ツールを使ったその制作物のポテンシャルを引き出したりだとか、とかまだ AI とかが触れることができないそのエモーショナルの部分とかで、多分まだ人にしか手を加えれないと思うんですよ。とはいえ一方で AI とかどんどんデジタル化加速していってるから、今まであった認識っていうのを改めて見直す必要があるのかなって。これからのことを考えて今どういう準備をしておくかっていうのが、今気づいたことというか、今の気づきとして進めていくことというか、どういう準備をしていくかっていうことかな。スピーディーにかつクオリティも担保されたものが求められていくのもあるし、なんかさっきジンさんがリテラシーって言ってたんですけど、そのリテラシーも多分どのくらいですかね、まあ長く見積もっても4、5年後とかには、あのクリエイティブに関するそのリテラシーってあのだいぶ格段に上がると思うんですよ。その時に準備してないと弾かれるというか、そのリテラシーが上がった時にそういうのを握りましたかね。物流と通信が変わると広告の概念みたいなやつも変わってくると思ってて、なんか広告っていろいろあるじゃないですか。街歩いてるといろんなところで広告見かけると思うんですけど、通信と物流が変わった時に、例えば 5G ドローン自動自動車とかの実装が社会的に普及した時に、広告の概念みたいなやつめっちゃ変わるんですよ。今の概念はジン君が言う、例えば Z 世代とかだと CM の意味が分かんないみたいな、この CM って車の CM だったのとかよくあるじゃないですか。例えばそのドラマ系の、そうなんか映画風な感じの、これ車の CM だったのこれみたいな。ちなみに動画の継続視聴時間が最も長いのって何だと思います、うん、皆さん。動画の継続、それってやっぱりそのショートムービーとかドラマ系ってこと？コンテンツ内容じゃなくて、どこに表示される広告が最も継続視聴時間長いと思います？インスタ？違う。YouTube？ 違います。テレビじゃないもんね。違いますね。タクシーなんですよ、実は。あ、そうか。長崎ないんか。こら！東京のタクシーにはテレビがついてるんですよ。こちらのタクシーにテレビはついてないよ。そう、東京のタクシーにはテレビがついてるんですよ。なんでかっていうと、電子決済できるように。と、そこでも CM が流せるように。タクシーにはテレビがついてます。ちょっと突然それ関東にギューと寄ってしまったな。オッケーオッケー、続けてください。そういう現状があるわけですね。というふうに通信と物流が変わると広告の概念みたいなやつが変わってくるんですよ。ちょっと今のでさ、通りで私が当てられないわけだなと思った。
ごめんなさい。しかもそれってオフラインで完結してるんですよ。あーデータを流してるだけなんで、こういう風に通信と物流が変わると劇的に変わるんじゃないかなっていうのが、結果何が言いたいかっていうと、来たる 5G に備えて広告元の人たちは広告の出し方っていうのを改めて見直す必要があるし、その広告を作る我々クリエイター側はそういった新しい情報っていうのをアンテナバリバリに張って取っていかないといけない、今すぐにでもやっていく必要があるっていう感じですね。広告をお願いする人たちの企業とかは本当に今がマジで動き時じゃないかなって本当に思いますね。今動いとかないと多分本当に乗り遅れちゃうっていうか、今でしょです。え、今でしょ。みさきさん今ちょっとボーってしてない？大丈夫？ちょっと待って、今のワードを使うのは今ではなかったってことだけ分かった。あ、なるほど。申し訳ない。そう、だから我々クリエイター側からしてすごい怖いのは、まあだからそのさっきも言った AI と、まあその生成ツール、多分これ動画じゃなくてもそのなんかそのデザイン系とかもアートもまあいろいろあるからこう何とも言えないけど、例えばまあそのロゴだったりとか量産されていくことがやっぱ考えられるんで、時代がもう来る、もう絶対来る。なんならこのコロナでクリエイター自体も増えたから、やっぱりちょっとさ、いまだにタクシー広告が1位なんだっていう統計は多分ね、その都心部取られることがやっぱ多いから、やっぱどうしてもなんかそれを聞いた時に地方の課題じゃないけど、うん、その比較しやすいよね、そういう情報があると、あ、こういうふうに場所場所で使われ方が違うんだなっていう。とはいえさ、まあ、地方の方でそのタクシーがそのテレビを実装したからといって視聴率が上がるとは俺は思ってなくて、っていうのもやっぱり地方の人たちってこう自分のマイカーを持ってるじゃないですか。だからこっちはそのタクシー料金自体も安いし、やっぱりそのタクシーの使う頻度っていうのが高いから、たまたまそのタクシーでの帰属時間が高くなったっていうだけで。そうだよね、もうね、ゴールデンウィーク中ね、車検なんですよ、こちらは。何の話ですか、美咲さん。金が。車検なんですよ。今日車検の話？もしかして。車検の話じゃないね。違うね。我々はもう Z 世代には含まれないんで。だってさ、前さ、Z 世代のことさ、お話しする機会があったんだけど、大学に行って授業をずっとしてないから、友達がいないとか、本当に家でオンラインというか、授業してるんだなっていうのを。実際聞くと、もうなんかいろいろなあり方が常識だと思ってることが違ってきてるんだなっていうのは感じたな。まあその大手企業とかもさ、あの自社ビル売ったりとかしてるじゃないですか、うん、まあ、教育とかも変わってくるんだけど、リモートでいけるやんってやっぱどうしてもなっちゃったから、仕事も教育の方も、もちろん実際にこうフィジカルで会わないとできないことっていうのはもちろんあると思うんだけど、リモートでいいよね、普通になんかコスパとかうんうん考えるとさ、すごいあれだね、深いテーマだね、難しいテーマというか、なんとなくほらやっぱ地方の方とかでもさ、あ、 5G ねみたいな、なんかネットめっちゃ速くなるんやみたいな感じの感覚かもしれないけど、じゃああくまで消費者側の考えで、自分たちのサービスとか提供する側としてはやっぱり真摯に周り受け止めて、あり方みたいなやつ考え直さないと、この時代には多分生き残っていくのはめっちゃ難しくなると思うし、地方だからまだ大丈夫だよねって思ってたとしても、例えば地方でそういうことをやり出す競合みたいなのが現れた時にもう勝てないと思う。だから絶対にもう今から東京とか田舎とか関係なく手を出していく必要があると思う。両側からの目線で言ったら変に自信を持ってて、今、まあ、生地売れてたとしてこれをずっとやり続けるんだみたいな、まあ、そこもちょっと企業さんたちにはなんかうまく見極めてというか、そこの判断も大事になってくるんじゃないかなって思いました。なんか人のあれなのかもしれないね、なんか分かってるけど、まあ、政治とかもそうじゃないですか。あの例えばベーシックインカム取り入れたい、でも取り入れないのはその今まで政治家たちがやってきた取り組みが全部じゃダメだったんだって、でこう自分がそのやってきたことが意味がなかったんだってこう突きつけられるのが怖い、釈迦に説法じゃないけどさ、だからもう分かってるけど、じゃあ今までの俺らの頑張り何だったんだって思う人たちが多いのかなっていう感じがする。とはいえですよ、リアルに時代っていうのは変わってきてるのをやっぱ目の当たりにすると、真摯に受け止める力っていうのも大事。自分が本当どれだけフラットなレシーバーで入れるかっていうのも大事だよね。どっち行きます？リアルな話じゃなくても本当になんかオフな話、
あ、全然いいですよ。全然オフの話です。さっきめっちゃ課題話したんで。結構最近長崎のニュースとかよく結構見てたりするんですけど、それで、目についたのが、なんか今年もなんか2年連続で諫早のお祭りが2年連続で中止になるよみたいな。え、何、諫早の何の祭り？川祭り？違う、時期的に川祭りのんのこかな。のんのこか。あ、のんのこですよね。でも9月とかじゃなかったっけ、中止に。そうなんだ。なので祭りの思い出でも語ろうかなと。なるほど。祭りの思い出。中止になっちゃったからにはもうね、楽しい思い出を思い出しましょう。のんのこで言うと、みさきちゃん大村出身じゃないですか。のんのこの歌聞いたことある？え、のんのこの歌ってお皿で踊るやつだよね。そう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 。私諫早の高校だったから、体育祭でそれをね踊らないかんかったんよ。やけんね、授業でしっかりと教えてもらったよ。歌でさ、この自分の魂に響く歌とかってあるじゃないですか、たまに。あるでしょ、皆さん。 ありますよね。なんかすごいこの曲聴いたら震えるみたいな。俺なんか知らないですけど、諫早のノンノコの曲聴くと魂が震えるんですよ。なぜか。いや、だってあれ歌ってる人男の人ですよ。あんな甲高い声で。どうなんですか、魂が震えるじゃないけど、鼓舞打つというか、わかる、うん、なんかしらのやる気が出てくるよね。そう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 。あの、のんのこの歌、俺めっちゃ好きなんですよ。俺だって、CD 買ったからね、のんのこの。諫早商工会議所にしか売ってないんよ。そうなんだ。買ったからね、音源持ってて。実家にあるわ。のんのこの CD。すごい、諫早市民の鏡だ。なんかありますよ、2人は。お祭りの思い出。僕が住んでたところが、それこそも諫早の、ほぼど真ん中みたいな感じだったので、小学校の時に、アーケード、なんか踊りながらちょっと進んでいくじゃないですか。アーケード踊りながら進んでって、今の市役所の前の広場、今駐車場になってるのかな。そこまで、なんか踊ってたどり着いてゴールみたいな。でしたね。でも本当少しずつしか進まなくないですか。なんかあれスキップゾーンとかなかったっけ。あるなんかあったよね、スキップゾーン。みさきちゃんが想定するそのこのスキップじゃなくて、スキップね。あ、そういうスキップか。びっくりした。いや、踊りながらスキップが組み込まれて、踊りながらスキップするんじゃなくて。ありましたっけ、踊らないスペース。え、なんかあったような気がする。これ間違いだったら本当申し訳ないですけど。え、だってそうしないとさ、美咲ちゃんが言うようにさ、その諫早アーケードから諫早市役所の、ま、目の前にずっと音楽で踊り続けたら割と時間かかるくない？しかも曲がさ、流れるのが、諫早アーケードは曲流せるけど、その道中流せんやって考えると、確かスキップズもあったはず。びっくりした、踊りながらスキップが入ってるのかと思って。ないやんか。それでみんな一気にグワーって稼いで進んでるんかと思った。スキップみたいな振り付けはあるよね、でも。あるけどね。全力で踊ってたなって思って。それこそジンさんが言ってたように、なんか変にテンション上がるんですよ、あの曲。でも義務教育やから、諫早市民の、うん、女の子絶対一回踊らない感じ。みさきちゃんはなんかありますか。大村は名護市祭りが毎年1、2、3で、3日目はその音楽に合わせていろんな企業さんが対抗で踊りを競うっていう大会も組み込まれているんだよね。それが結構自衛隊のクオリティが高くて。自衛隊のクオリティが。そうじゃん。すっごい、ね、陸と海と戦うっていう風な感じで踊ってて、しかも結構もうみんな、ね、アルコールも入りながら踊ってるから、いつも以上にフレンドリーっていう、あの異様な雰囲気が結構好きだなというか、そういうのが思い出かな。祭りやっぱみんな好きだよね、祭りは。ここ無駄に毎年行けるかっていうのをコンプリートしようとするっていうのはしてたかな。ただ残念なことが一つあって、3人祭りネタ話したので、誰一人昔のなんか当時付き合ってた人の話。ちょっと残念なわけだ。普通さ、なんかこう青春時代さ、出てくるって予想ってた。俺もお祭り行ったとかあるやんか。花火見たのとかね。誰もない。誰もなかった。悲しいな。悲しいな。まさか祭りソングで盛り上がるとは。
しかも地方の。しかもね、あれだよ、大村はね、生で歌ってくれるんだよ。太鼓も生でしてくれるし、夢があるね、歌があるんですよ。このゴールデンウィーク中のイベントも結構立て続けに中止になって、長崎でもいろんな観光施設がお休みすることが発表されていて、本当にもういよいよ行くところがないというか、お家で過ごすしかないなって感じだな。じゃあ続いて美咲ちゃんですかね。私作ったりメーカー業も携わってるんですけど、テーマパークに行った時に男性は何を買うのかなっていうのが気になったので、今日はそれが聞きたいです。何を買うかやっぱ知りたいんだ、美咲さんは。そのね、お二人の年代の男性が何にお金を使っているのかは非常に気になっていて、この世代の女性とか女性目線っていうのは分かるし、結構女性の方がお金使うのも分かってるんだけど、そんな限られた中で男性はどういうことに特に使っているのかなっていうのはすごく知りたい。テーマパークに行った時に何を買うかって、ディズニーランドに行ってさ、女子がさ買おうよとか言ってさ、なんか耳とか買ったりするかもしれないけど、男性自ら何を買うんだろうと思って。正直言うと何も買わないかな。お土産ぐらい。お土産は買いますね。それこそパッケージ系で言えば、あのカンカンに入ってるやつ。なんでカンカンですか。あ、俺もカンかな。なんでカンなんですか。いや、なんだろう、その取っとけるじゃないですか、カンカンって。例えばその紙とかのパッケージングとかだと、やっぱりそのテレマ、それこそディズニー系だったら、食べ終わってもなんか残しとけるものが、残すことに意味がある。なんかそのディズニーとかだったら、それこそもうディズニーしてるじゃないですけど、もう一発でそのディズニー行ったんだなみたいなのがわかるじゃないですか。だからまあそうですね、テーマパークなのかな。なんか俺も結構同じ意見なんだけど、その後々なんか使えそうとか、多分これ男の差がなんじゃないかな。これなんかデータ取ったら面白そうだね。わかんないよ、わかんないけどさ、男性は圧倒的に缶に入ったチョコレートを買う率が高い、女性は紙に入ったチョコを買う率が高いとか、まあ、そういうの出そうじゃない。でも2人とも缶ってことはそうなんだ。いやでもわかんないよ、サンプル数2だからね。あ、でもちょっと今2人の聞きたい、2人の意見を聞きたい。私だとあんまり残るのが好きじゃなくて、缶もその形によっては使い道があるものとないものが分かれるから、缶は缶で、なんだろう、物が決まってから買いたいなって思ってるかな。 でもたまにいただくんだけど、缶に入ったものを。でもその缶に入ったものが結構ちっちゃいものだから、ちっちゃいと旅行行く時のアクセサリー入れとかで使えるからいいんだけど、大きい缶とか来られちゃったら処分の仕方も分かんないし、どうしようかなって悩んじゃう。これ面白いね。だってさ、なんか美味しいラーメン屋とかあったらさ、例えばさ、あのそのお店がボロボロなラーメン屋でも、そのラーメン自体が美味しかったらめちゃくちゃ行くじゃないですか。でも今美咲ちゃんが言うディズニーランドのお土産、例えばチョコに限定したとして、いろんなチョコレートを売ってあってだとしてもさ、そのもうチョコレートの味なんて全然わかんないじゃん、正直。いろんなチョコレート売ってるってさ、そこがどうやって選ばれるかっていうと、やっぱりそのパッケージとか、だからその見た目を重視して選ばれるものと、味を重視して選ばれるものってあるじゃないですか。面白いですね。でも缶買うんだ。じゃあもし男性にお土産を買うんだったら、缶入り系だと喜ばれるっていう結論でいいですか。いや、喜び度合いに関しては多分買わないと思う。喜び度合いにして考えないかな。なんか多分男ってコレクトするの好きじゃないですか。なんか多分ゲームとかと一緒で物を集めるみたいな作業って割と好きだったりするんですよ。そうなんだ。だから多分その形で残るものとか、いや分かんないですよ、今の勝手な意見なんですけど、断捨離とかする際にも男性の方が物を押したみたいなやつって多分女性と比べて高い感じがする、それってあれと一緒かな、恋愛と一緒かな、元カノを上書きするのか。いや多分通じてると思うよ、そういうの。例えばゲームで言うとさ、 RPG やってる女性の比率って多分めっちゃ低いと思うよ。しないね。でも RPG ってさ、いろんな経験値集めたりとか、なんか道具とかアイテムとか集めたり、いろんな、なんかその細かい作業しないといけない。女性って多分、キーなんかアクションみたいな。四角押せば攻撃みたいな。単純に操作できるもの。だからマリオカードとかって多分すごい人気なんだけど、ね、なんかそういう、なんだろうな、男女のさ、なんかもともと、なんかこう遺伝子に組み込まれた、なんかそういうのあるんじゃない。箱の、まあ、紙か箱かで言うと、箱の方が手に取ってしまうっていうの、なんかあるんじゃない。やっぱ違うね、男性と女性の言い方は。へえ。じゃあさ、例えば欲しい好きなキャラクターがいるとします。
例えばゲームでもいいと思うけど、メインキャラクター以外のグッズとかも出てたら全部揃えたくなるみたいなのもある、うん、もしくはメイン好きなキャラクターのデザイン違いとかがあったらどっちも買っちゃうとか。え、それどれぐらい好きかにもよるから、すごい好きだったらすごい好き、めっちゃ好きな、うん、遊戯王カードとかの方が例えやすいんかな。いや、遊戯王カードだから遊戯王カード同じものの別バージョンが出た時にじゃあ欲しいけど、いざそれを手伸ばすかって言われたら金額感とかにもよるよね、やっぱり。そうだね、どれだけ不便かとか、手に取るまでにどれぐらいの工数がかかるかとかも、うん、例えば映画館に行かないともらえないやつとか前あったじゃないですか。はい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 、ああなってくるとまた話が別だったりするし、うん、でも欲しくなるんだね、調べたり。でもこの世代の男子ってさ、めっちゃ遊戯王好きだよね。なんかお店行った時アボカドあったら買うでしょ。入ってたら選んじゃうね、サラダに。それと一緒だよ、遊戯王。え、遊戯王はアボカドだよ男のアボカド遊戯王、このアボカドですよ。前回言ってたじゃないですか、女子はアボカドに目がないと。一緒ですよ、男のアボカドが遊戯王じゃないのかな。なんかめっちゃコアで、コアな好きな人とかだったら、なんかもう何かで優勝しましたみたいな盾の中に入ってるカード1枚、うん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 、あ、なんだよねとか、あれを揃えてる人もいますしね。だって俺前ファイルに閉じてたの、レアなカードだけを集めたなんかもうファイルみたいなやつを自分で作って、それを見るのが楽しいんですよ。やっぱ収集とかコレクト欲強いんだな。コレクト欲が強いんですよやっぱり。男心くすぐるじゃないですけど、かっこいいじゃないですか、うん、デザイン。しかもさ、小学生の時っていつ使うか分かんないんだけど、強そうな剣のキーホルダーとかみんなつけてたよね、男子。そう、竜、その剣に竜がまとわりついてるやつがあった。そう。買うから。人生で一度も買ったことのない男子はいないから。絶対みんな買う、一回。竜のまとわりついた剣のキーホルダー。あれ絶対買うから。あとたまにさ、こんくらいのさ、なぞなぞの本持ってる人いたよね。あ、持ってた。ガチャポンで出るやつでしょ。そうなんだな。ああ、面白い。あ、めっちゃ勉強になった。こういうの多分毎回聞いていくと思う。え、聞くかうちマーケティング。いやいや、ちょっと待って。マーケティングするとこじゃないから、ここは。あ、失礼。なんなら視聴者側がなんか勉強してほしいっていう側のところだ。でも視聴者の方にもね、こういう気持ちだよって共感してもらえると嬉しいよ。あの、竜がまとわりついた剣を買ったことない人いたら教えてほしいよね。なるほど。あ、確かに。教えてほしい。水のさ、あのボタンを押すと輪っかが。水の中で移動するやつだった。ちょっとエアーホーみたいな感じでふわってなって。押して輪っかをこう水中の中で移動させるみたいな。なんかさ、私こういうのってクリエイティブに使えるんじゃないかなと思っていて、例えばそういう私たち世代が昔使っていたものを現代風にデザインして販売するとか、広告のどこかに混ぜ込むとかすると、よりターゲット訴求できるんじゃないかなと思ってるんだよね。それがリデザインとかリニューアルできる人がもし現れたりすると私買うかも。買って男子にあげるかもしれない。2人にあげるよ。あんまりいらないんだけど。いや、まあでも面白かったですね、今回も。うん、面白かった。クリエイティブレディオは一応、じゃあもうこれは一旦終わりでいいですかね。はい。皆さん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。この後何するんですか、皆さん。この後マックスバリューに行こうかなって。マックスバリュー何しに行くの？え、なんかおやつ買って仕事しようかな。